start with the physical work. なんでフィジカルなワークからスタートするかっていうと、First, we need to feel that any physical attempt here is useful. あのいわゆるフィジカルにここをこう動かす、こう動かすっていうようなやり方はすごくあの意味がないと。Because it tells your opponent what you do, makes you aware of what you do. あのそういうやり方っていうのは相手に自分がやっていることをバラしちゃうとか教えちゃうようなもんだから。And having tried it several times, 何回かやっていると、It's good to feel that inside your body you can initiate. 自分の内側を分かって、動きの始め方をこう理解していく。Leo is very kind. He's not resisting. しかも俺があんまり抵抗できてないから、こうなんかうまく見すぎちゃうのは良くない。I suggest you to resist. もっともっと抵抗しろ。Difficult to give an idea. だもっと抵抗してるのを見せないと、その今やろうとしてること、even in a very disadvantaged position. あの今やってることの説明にならないから怒られてる。もう抵抗すればするほど痛くなるから抵抗したくないじゃんいいんですAnd also, don't do too fast. あ、スピードを速くやらない。Start with slow. 最初、特に最初、ものすごくゆっくり。To make sure you found it.今やってることをしっかり。I don't want to. やってみてください。これは痛い。あ、もう押し返されてる。その力みが入ってこないようにロックした状態で受けると足浮いてます。 It's okay. 相手が力をこう伝えてこれない状態にしているからですね。だから小さなコンタクト面でも同じ。あ、こんなところ。This way she's gonna break it.これはもう指を潰されちゃう。And if we do it this way. こんな風にやれば、なんか壁をしてるみたいな。Use like pushing the wall. Yes. I'm not getting anything. 自分がその指が本当は真ん中にあるんやけど、その棒が壁を押すという工程にいないみたいな。いない。いなくなった感じ。So the same way we can try this thing also because it's これをやってみるといい。Can become a sound instead. Then, first let your opponent push you strongly. まずは力でがっつり押してもらってです。And to feel that he doesn't. で、and されたらどんな感じがするのかっていうのを感じて。Try to see where his power comes from.で今度はその相手の力の源がどこにあるのかっていうのをこう見つけようと感じようとしてみてください。でそれがそのどういうふうに伝わって自分の体に入ってきているのかっていうのを感じようとしてください。でそのプロセスがこう感じれたり見えたり分かったらそのプロセスを見守る感じです。In a moment of actual touch. で正面に need to reach it. 当たる瞬間にそこに自分がいないといけない、届いてないといけない自分がそこ。So nothing is transferred. そうするともうそこから入ってこない。表面皮一枚で終わってます。Maybe just the skin, she has it, but nothing else.Yes, exactly. This is what you want. Do not pay attention. And this is what Michael was saying. セミナーの時にミカエルが言ってたみたいに、そのテンションを入れさせないっていうの。
It feels like a, spreading. Yes. スタートしました。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 ス